あの県基礎群基礎町にある県立高等学校。理数科、普通科、専門科に学科、定時制普通科と進学学科、専門学科そして定時制が集まった珍しい高校である。そのため、各クラスなどでの活動や学習が全く異なり大変個性のあるクラスが多々ある。専門学科である森林環境科、インテリア科は、 旧基礎山林高校時代以来の伝統がある全国有数の学科である。特に森林環境科は旧基礎山林高校の開校以来100年以上の歴史がある。なお、旧基礎山林高校当時森林環境科は林業科、インテリア科は工芸科と称していた。分類上、森林環境科は農業科、インテリア科は工業科に属するが森林環境科は 林業、農業、工業、インテリア化は、家具生産、デザインを、主としている。2年次より、森林環境化は、林業中心のサイエンスコース農業中心のビジネス、コースインテリア化は、家具生産中心のプロダクトコースデザイン中心のデザインコースに分かれて、授業を行う。森林環境化は、農業化ではあるものの、両コースともに、 アーク溶接作業者、ガス溶接作業者、車両系建設機械運転者、フォークリフト運転者、移動式クレーン運転士、床上操作式クレーン、各種危険物取扱者など工業系の資格も多く取得できる。森林環境科、インテリア科の生徒は男子寮の防学寮があり、基礎軍外はもちろん県外からの入学者もいる。そのため、専門家には、 多くの中学から生徒が集まっている。JR や路線バス等の本数が大変少ないため時間が限られ1限目の修行が8時20分と県内の全高校で最も早いことで知られている。旧基礎三林高校時代より相撲部の活躍が著しく合併後も全国大会等で優秀な成績を収めている。また森林環境下からは 大道久志も卒業している。丘の上キャンパスなお、2009年の校舎等の完全統合に伴い森林環境課、インテリア科の生徒が授業や実習を行う専門家旨が新設された。専門家等内森林環境課のテクニカル実習室には 500kg 床上操作式クレーンが設置されており資格取得の練習などを行っている。 またキノコ生産仕様の部屋が3部屋設置されており、バラエティに富んでいる。この年の全国高校相撲番付では、東の大関となる海峡を成し遂げ完全統合から、わずか2年で全国に、基礎製法相撲部の名前が知れ渡った。東海旅客鉄道中央本線基礎福島駅から、徒歩10分。ありがとうございます。